からし麺太鼓。からし麺。からし麺太鼓。太鼓が最後なんですか。太鼓さん。からし麺が名字なんですか、あいつら。うん。からし麺っていう、あの、なんか、なんとかマンみたいな感じのやつ。からし麺。あ、複数形なんですかね、麺。からし麺、そう。からし麺、太鼓。あ、じゃあ、からし麺、太鼓は。からし麺、ウィズ太鼓って言っても過言ではない。一人だ、一本しかなかったら、からしマン、ウィズ太鼓。うん。からしメンズ、太鼓でもおかしくない。からしメンズ、うん、からいや、からしマンがいいっす。明太子とからし明太子は違う。ん？明太子ってあの、うんこみたいなやつですよ。お前、明太子好きにやられるぞ、お前。あのピンクのうんこみたいなやつ。違うわ、プリプリのやつ。うん、なんかでっかいミミズみたいなやつですよね。あ、ご飯にのっけた美味しいやつ。はい。からし明太子は赤いやつ。からしれんこんは？からしれんこんは赤いやつ。違くないですか？黄色いやつじゃないよ、からしれんこんって。からしれんこんってどんなやつ？え、れんこんの穴の中にからしあるやつですよね。え、からしれんこんって何？これって何本使ってるんですか？からしれんこん、はい。ディープアウトラボの皆さん、こんにちは。岩崎正弘です。今日はですね、パスガードの打ち込み、パスガードの基本を教えようと思います。パスガードマスターですね。うん、僕も今日から、明日から、いつでも、はい、今日この日から寝ろ。まず、この3ステップパス、ステップパスですね。こう、足のフットワークの練習で、ここの膝を持ったら、まず一歩サイドに出て2歩、ここに、足を出して、3歩で3つ目で、膝を持つ。このような打ち込みがあります。これは、1歩目外に出てください。1、2、3ですね。これ結構いろんなやり方をする人がいて、こう斜めにジャンプ進んでこうやる人もいるんですけど、僕はこうやって足ぶつかってしまうので、1歩まず横に出て、2歩でここを取って、3歩で、取るようにしています。1、2、3、1、2、3、はい、1、2、3、はい、という感じですね。うるせえ、黙ってる。これ持って、実際使うときはここを持って、ここをうちのパンツを持って、ステップを取ったときに、少しこの足をグリッと回すようにしながら、このようにしてパスガードを取っていきます。例えば、俺のこのこう蹴って打ち、こうやってなってる時も、この手を少し下にグッと押し込むようにして、これを外してからですね、外したらこのようにしてパスガードをするためのステップですね。上手っす。やってみる。はい。いきます。はい、10回。1、2、3、はい、1、押せ。1、2、3、はい、2、遅い。お父さん、もう4カ所以上経ってるよ、これやり続けて。はい、5、はい、6、みんな学校とかさ行ってんのにさ、僕ずっと家でこれやんなきゃいけないの。はい、4、はい、5、はい、6、7、はい、3、お父さん、僕世界一の充実家になる。4、5、進んだことないですか。え、あれ、10回以上やらなかったでしたっけ。お前がなんか喋ってるから。はい、このようにしてドリルをやってください。このようにしてドリル中に喋るのは、怒られますね。よくない、悪い例です、うん、黙ってファッファッファッとやりましょう。シュバ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 って、はい、シュバシュバって言いながら、シュバシュバって言いながら、言いながら、はい、
はい、じゃ次のドリルですね。はい、次はニースライスパスのドリルをやります。ニースライスパスは、こうなってる時にこう膝を押さえて内ももにこのようにして乗っていきます。でその時に手をここに置いてスライディングして、これで1、逆側へ行く時はまず外ステップ作って、このポジションを作る、でスライディングをする、押さえる、こういう形ですね。でこれも一歩絶対外出てください。一歩外に出ずにこの足から行ってしまうと、足がこう、この足が後でこう前に引っかかってしまうので、これを引っかからせないように押さえながら一歩出ていって、こうですね、このポジションを作ります。そこからスライディングをして押さえます。こういう感じですね。で押さえます。で実際使うときもほとんど同じなんですけれども、実際使うときもこっちを押さえたら襟持ちに行って、ほぼ同時ぐらいにサイドステップをする、これで押さえるというのがニースライスパスのドリルになります。できる？いや、ですよ。ニースライスって呼ばれてたすが、実家でいじめられてんじゃん、それ。実家でいじめられてんじゃん、それ。誰も辰之助って呼んでくれない。ニースライスって呼ばれなかった。ニースライス辛いな。シュパ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 。戻れ戻れ。どうすか、ちゃんと腰が切れてない。どうだ、最後までちゃんとスライディングしてください。どうだ、これが新手の拷問だ。いや、ちゃんと最後まで足バッと前出してスライディングしろよ。はい、すいません。むぜえ。これが僕が今紹介したニースライスの打ち込みですね。あんまり参考にしないでください。で、もう一つはロングステップですね。ロングステップ、ロングステップパスの打ち込みをやります。ロングステップパスは1本このように挟みます。1本この挟んだ状態を作ります。で、挟んだらこの膝をこう相手のももの裏に入れるようにして、このようにして、こっちの手は襟を、首を巻きにいきますね。そしたらこちらの足を回していって、こうですね。これで押さえ込みを作ります。こっちに入っていったら、この膝をこう内に絞って、こっちの手を首に回していきます。で、このようにして足を回していきながら横に出てパスガードをします。一本またいだら、こういう形で押さえていきます。で、これ、要点は、こうやってね、足をね、このようにつかんで、こうつくと、あまり良くないですね。体がちゃんと切れないので、結構このまま転がってしまうと膝を痛めたりするので、必ず足を土台にしてください。するとベースを固く押さえれるので、こうですね。この足をね、つけるようにします。で、これは、このまま、使えるんですが、一人で練習するときに、このように肘をついて、このように四つん這いになった状態を作って、膝を内側に1本入れる。で、このようにして枕の手を作る。足を回して足の裏をつける。で、引いてきてこう。で、これができたら次逆、内入れて、このようにして動きを作って練習していきます。すると足がちゃんとマットにつくようになるので、丁寧にやればこの、ロングステップパスも使えるようになります。あ、やって、これできるっすよ。やって。え、一人ね、一人バージョンですか。
ほら、足これ合ってます？合ってない。え？もう一回いいですか？おお。ほら、これさ、こっち押さえたら痛いでしょ。痛い！だからダメなんだよ。はい、ロングステップやれよ。はい。え、ロングステップこうさ。うん。ヒュッてやって。はい。あったですか？998。1000。はい、行けよ。行きました。はい。997。はい。996。おし、おし、正気した。え？正気した。あと996回ですか？うん。まあ、家帰ったら、いつも1000回ぐらいやってるんで。やってない。で、なんか、うちの家の方針なんですよ、実家の。ロングステップパスの仕込みは、1日1000回。お前、足のラジオ体操は、パスガードの打ち込みだから、ドリルだから、ね。らしいですね。うん。夏になると、市民全員参加。うん。あ、ゲートボールとかやってるところでさ、あ、ダミー人形置いてさ、こうやってる見ようがあるよ。ありがとうございます。うん。もう、すごかったです。うん、ジーバーがロングステップしてるのは、うん、足よりしか見えないですよ。うん、ね、というわけで、パスガード上手になりたい方、もしくは、最初にパスガードやるとき何から始めればいいのかという方はこの方法をぜひ覚えてください。すると後のパスガードが楽になるのでおすすめです。あとは足足面に聞くのもいいですよね。うん、教えてくれるかな。秘密主義だ。結構、内々でやってる、その市民性っていうかな。うん。では。